この余裕感は18の時から、あと、いや、勤めて2年勤めてた時は会社の寮に田園都市線の鷺沼っていうところと等々力っていうところに2年いましたんで、ここに来たのは20歳ですね。20歳から2年1年半ですか。いや、ここには25ぐらいまでだから4年ぐらいいましたね。そんなにいたんですか。で、滞納したのが1年半。あ、家賃を家賃を後で、ええ、下に大家さんの老夫婦がいて、ええ、で上に 1,2,3,4 人いたのかな、ええ、でおじいちゃんとおばあちゃんと僕と当時 27,8 ぐらいの男がいて、ええ、そのおじいちゃんが足が悪かったんですよ。ああ、それでだから僕家賃滞納して夜そーっと帰るときに階段の足音で大家さんに帰ってきたのバレちゃうんで、いつもそのおじいちゃんの真似をして階段上がってたんですよ、こうやってゆっくり。でもまあバレてたと思うんだけど、でもよく1年半も待ってくれたなと思って。1年半滞納したってね。滞納してもういよいよ取り壊すから出てってくれって言って、で一応その払いますからって、ええ、劇団が上京劇場っていうところにいますからって、ええ、ちゃんと書いて、ええ、それでそしたらね、しばらくしてから息子さんから上京劇場に電話があったらしいんですよ、ええ、黒沼さんっていますかって、ええ、それではいおりますが、それで私黒沼さんが元いたアパートの大家なんですがって、ええ言って、でその電話に出た女の子も僕は貧乏だったの知ってるから、それからあそうですかっつってお互い二人でしばらく黙り合って、それから大笑いして、じゃあよろしくお伝えくださいって、それっきり電話かかってこなかったんですけど、そういう話を聞きました。ちょうど僕が旅公園行ってた時だったかな。結果は踏み倒した、踏み倒したですね。月7,000円だったかな。じゃあ8万近く。そうですね。もうでもおじいさんもおばあさんも亡くなったから。兄ちゃんっていうのもなんか酔っ払いで、僕の隣のおばちゃんが、ねえ兄ちゃん、あの人ね、酔っ払って帰ってくると台所で証明するんだよ。で今日の炊事場こんなにあったんですよ。本当ですかって、私ね見たのよ。いや信じられなくて、でもある時酔っ払ってその兄ちゃん帰ってた時に僕たまたま起きてたんですよ。そしたら台所でジャ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 って音するの、もしやと思って開けたらこうやって証明する、みんな飯つくところでしょんべんしてる。トイレが1階だったんで、もうめんどくさかったんじゃね。